こちらは防災南足柄です。市民の皆様おはようございます。市長の加藤周平です。市民の皆様へ直接のお願いです。政府は一昨日3月21日までを期限とした緊急事態宣言をその期限の21日で解除することを決定しました。一方で変異した新型コロナウイルスの拡大が続くなど、再び感染の拡大が心配されております。私たちは気を許すことなく、緩めずに感染の防止対策を講じる必要があります。こうしたことから、南足柄市は公共施設の利用の制限については基本的に神奈川県と足並みを揃え、これまでの取り組みを3月31日まで継続することとします。あと10日、市民の皆様のご協力を切にお願いいたします。